こんにちは、速稼塾の久保です。FX オリガルヒが始まって3ヶ月以上経つわけですけども、一体ね、皆さんの心の中に、そして実際のお金的な変化どのようにあったのか、そこをね、一つお話したいなと思ってるわけなんですけども、オリガルヒが始まる頃って実はね、ドル円のレートって1ドル120円前後だったんですよ。で、そこからずっと私は一方的に倍、これだけを申し上げてきました。で、結局これ勝つことが大事っていうのもあるんですけども、考え方をしっかりとね、頭の中に入れていただいて、私が放送しなくなっても自力で勝てるようになるのが、目標といいますかね、それがこのオリガルヒの目的なんですよね。で、すぐにはやっぱり理解できませんし、たとえテクニカルが身についても、それを信じてちゃんとエントリーできるか、損切りできるか、利確できるかっていうふうな精神の問題もありますんで、FX オリガルヒには精神力を鍛えるコーナーもあるわけなんですよね。で、今回この動画を作らせていただいたのは、何件もね、非常にね、ありがたいメッセージいただくんですけども、今ね、こういうふうなメッセージが来てるんですよ。一つ採用します。お疲れ様です。139円936を超えた直後、倍で入って先ほど140円の342あたりで、陰線の上下、ヒゲ、迷いのサインみたいなのが見えたので手締まりしました。ね、あとは雇用統計後まで生還ですと。解説がとても分かりやすく、自分の絵図と近く終わりました。ありがとうございます。毎日の解説ということなんですけども、まさにこれなんですよ。自分の考え方と私の解説が一致してきたと。そうすると、結果もついてきたっていうことでしょ。で、今回は、どこでブレイクするかってことを、ずっと動画の方でね、お伝えしてきてるんですよ。テクニカル的にはここでブレイクするんだよとか、テクニカル的に考えたらここはトライアングルなんだけども、それがもし成り立たなかったらレンジに入るんだよと。レンジっていうのはブレイクの一歩手前なんで、ここを抜けたらブレイクですよっていうのね、時には下3桁まで値段を明示しながら言うんですけども、なんでそれが分かるのかっていうメカニズムを話してるわけなんですよ。だから久保さんの言う通りに勝てた、それは確かに私も嬉しいですし、言う通りにやって勝てた人も嬉しいでしょう。でもそこは本当にね、もっともっと先の課題なんですよ。実は考え方をコピーすれば結果は自力で勝てるようになるんですよね。だから私の放送がなくても大丈夫になるってことなんですよ。今日でね、もう FX の相場解説は5回更新して、 FX オリガルヒの方はほとんど2時間に1回見れるような状態なんですよ。1時間軸でトレードしてるのに、2時間に1回レポートが、私からの解説が届けば、これは負けないでしょう、ね、いやと思いながら、私もサービスをね、かなり手厚くやってるんですけども、それこそトレードの放送ができない時もあります。でも振り返りトレードって言って、スクリーンショットをね、重ねながらどういうふうに攻略していくのかっていう後解説をしたりするんで、似たような状況が来た時にそれが応用できるっていうふうになってるわけなんですよね。私の放送っていうのは、テクニカルをやればもう精神力がいらないっていうところまで、お話ししようかなと思いますんで、まだテクニカルに自信がないやつは精神力で支えるところがありますけども、テクニカルが正確に扱えるようになったら、今度は機械的にやるだけなんで、逆に精神力いらなくなるみたいなね、そんなところまでいけばいいなと思ってますけどね。いやでも本当お疲れ様でございました。もうそろそろ夕方で、雇用統計も夜控えてますんでね、ぼちぼち、いい感じのところで決済して、今140円の238ですから、含み益を取ってる方ばかりだと思うんですよ。なんせね、140円になってない時に倍でエントリーっていう風にお示ししてますから、そこでやっぱりね、入れた方ってのはみんな含み益じゃないですか、これがずっと続いてますから。昨日のお締めとかもね、一昨日のブレイクとかもね、ずっとお示ししてきて今日に至るわけなんで、それこそね、1日に何回も何回も更新して、多い時には7回8回更新してますけども、少ない時でも3回とか4回ですよね。その更新を見て、どんどん私の動画が役に立つと、このいいサイクルが生まれて、解説が分かりやすかったっていうふうにね、こうやってフィードバックいただけたら、私もちょっとね、励みになりますんで、ますます分かりやすい解説に努めようかと思いますし、例えばね、ライフスタイルによっては美味しいところでチャートが見れないとかね、例えば勤務されてる方だったら 5,6 時間チャートなんてもう考えていらんないみたいなこともあると思うんですよ。でも事後解説でちゃんと勉強できますから、トレードのスキルは上がるんですよ。何もリアルタイムで儲けないとスキルが上がっていってないってわけではないですからね。トレードなんてしなくてもスキルだけを上げることはできますから、私の FX オリガルヒはそこを目指してやっておりますし、目指すというよりもそういうふうに運営してますんで、日中時間が取れない方でもちゃんと私のね、動画が見る時間が確保できるんだったら大丈夫です。1回の動画は3分から5分、長くて10分です。それが1日に大体平均で5回更新されますんで、1日寝る前に1時間あればしっかりと学習できますし、
平日どうしても時間がない方は土日に2時間時間を取ってください。週刊オリガルヒという形で1週間を振り返って解説もやってますんで、そういう風に見ていただければ幸いでございます。じゃあ本日はね、以上のような形で FX オリガルヒのちょっとした紹介になりました。別にここでセールスをしようという気持ちはありませんけども、そういう風な進捗になってますよということをお伝えしたくて動画にさせてもらいました。それではレポートを送ってくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。